ール、ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、アップアップガールズ、カッコカリーです。モエルレッド、千石みなみと、元気もりもり森崎と、22歳、佐藤彩乃です。アンコールファイルもこの3人でお送りしていきます。来た、アンコールファイル。はい、というわけで、早速今回の企画を説明いたします。はい。2017年も、もう3月に突入。3月。3月といえば、そう、卒業シーズンですね。ですね。そこで今回はこんな企画をお届けします。はい、みんなで合わせろ卒業式呼びかけマッチング これから私たち3人で、アプガ学園の卒業式に参列し、うん、呼びかけを行います。はい、あの、楽しかった、なんとか、修学旅行みたいなやつです。あ、ね、はい、やったやった。原稿通りに読み上げていくのですが、途中が穴埋めになっていて、うん、皆さんのこれまでのアプガとしての活動の中から最も適切なものを選んで穴を埋めて全員で答えを合わせてください、うん、答えを間違えるたびに目の前にある激苦ドリンクを飲んでもらいます。やばいよ、匂いがすごいもん、ね、もうすでにね、匂いやばいっすよ、苦いのありますけど、打ち合わせしちゃいけないってことでしょ、ね、そうなの、やばいねこれ、結構あれちょっと原稿がね、うん、あるんですけど、すごいよ、ちゃんと、あれ風ですね、卒業式の。卒業式のね。やばくない？え？結構項目ありますけど。ありますね。もうこれとっさに言う、みんなが思ったの言って、うん、当たんないたびに激苦ですから。そうだね。そうだよね。もう、辛い辛い辛い。あれですよ。一心同体になって。これ毎回飲む可能性もあるってことだもんね。そう。だけどなるべく、うん、あかんなこれは。あ、きっとこれだっていうドンピシャのみんなで行けば、まあ、同じ経験してきたからね、そうだね、多分行けるでしょう、行けます、頑張りましょう、行きましょう、行きましょう、それではみんなで合わせろ卒業式呼びかけマッチングスタート。卒業式だ。私たちは今たくさんの思い出を胸に新しい世界に旅立とうとしています。目を閉じて、まぶたに浮かんでくる忘れられない日々。今日までたくさんの過酷な活動を行ってきました。中でも一番きつかった、マジで富士山じゃん。なんでバンジーでしょ。マジフラッツと何以外の、バンジー、バンジー、バンジーか、はい、にが、え、待って、待って、これまずい、え、これや、マジやばいやつだ。予想を超えてる。合わせよう、今度、お願い。よ、続き。自分の限界を超える勇気を教えてくれました。メンバー全員で涙を流すほど感動した。武道館じゃない待ってよ。みんな、これ、一緒やろ。飲みましょう。飲みましょう。もうやだ、これ。熱いし、苦いし。あやばい。嬉しい気持ちで胸がいっぱいになりました。数ある活動の中で一番意味がわからなかった。ゲテモノ。それ、それ合ってる。やったー。来た。マジ嬉しい。最高。どんな仕事でもやりきる根性を教えてくれました。そして私たちが一番感謝の気持ちを伝えたい。ファンの皆さん。マジかよ。誰も合わない。ちょっと待って、笑って飲めない。まずいよ。口がしびれる。苦い。これ喋れない。今まで本当にありがとうございました。私たちは今日でこの学園を卒業します。卒業します。こんなんじゃ卒業できない。できないね。やばい、面白いね。めちゃめちゃ面白い。これやばい、楽しい。これ楽しいね。答え合わせ。ちょっと何個かあったけど、一番最初ね、たくさんの活動、過酷な活動を行ってきて、中でも一番きつかった、バンジージャンプ。富士山。ホノルル。富士山。山頂ライブ。みんな違うのか。待って。でもさ、
バンジージャンプそんな辛かった？そうそう。もう、この後の、言葉めっちゃ合ってる。自分の限界を超える勇気を教えてくれました。マジ自分の限界あれ超えた。確かにね。降りても高所恐怖症だったから超えたもん。そうか、そうか、それがあるのか。そうなのよね。普通の人生生きてたら、やんないもんって思ったから、あれを超えたのよ、私の中で。一番泣いてたからね。一番泣いてたもんね。あれだ、これは中でも自分が一番苦手なもの。とかじゃない？そうだね。だってミンコからしたらホノルルなんでチュチュンのチュでしょ、うんうんうん、ああ走るの確かに好きだから、うんだね、確かに私も高いとこ平気だし。あそうだね。そっかモリティなんだ。モリティ富士山。そうそう。ああ高い状況だし、ね。高い状況だから。やばい。これは難しいな合わせるの。この3つどれが出てもおかしくないそうだね。そうだね確かにね。その次が、はい、メンバー全員で涙を流そうと感動した日本武道館。私も日本武道館って言った。私も日本武道館中野サンプラザ。まあね、サンプラザも感動したよね。いやなんか日本武道館は、うん、まあ感動はしたけど、うん、私中野の方が、うん、なんかやっと立てた感っていうのがちょっと強かったので、日本武道館よりもちょっとだけ強かったなって思っちゃった。確かに涙の印象は中野の方がある。みんな本番前も泣いてたりとか。楽しかったっていう思い出がやっぱ日本武道館強いな。確かに。確かにな。確かに。なんか最高潮考えちゃった。そうだね。あと感動で考えちゃって。考えちゃった。ガーンとか思ったけど。うん、あ、ここ惜しかったね。惜しかったね。その後が、数ある活動の中で一番意味がわからなかったは、ゲテモノ。これはね。これはね。もう本当に。全員一致ですね、この思いは。なんでゲテモノ食わなきゃあかんねえってもね。いや、ほんとに。なんで食べてたんだろう。本当だよ。あれだけはさ、うん、食べたことによって強くなるでもないしさ、うん、なんか何にもならないよね。ただまずいみたいな。何だったんだろう。カエルとかカエルとかね、うん、卵とか食べた、ね。つい最近はアリの卵を食べましたよね。食べましたよ。若干なんかもう成虫が入ってるみたいなさ。全然意味わかんなかったね。意味わかんない。トラウマだけが残るっていう。そうそうそう。それは一致です。はい。そしてあとは。私たちが一番感謝の気持ちを伝えたい両親メンバーファンの皆さん。やっぱそれはファンの皆さん言うもんな。言うかなと思った。みんなそう思った。いやそれもあるなと思ったけど、うん、あでもなんか卒業式とかってお父さんお母さんと呼びかけてるイメージがあった。はい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 。だからあとりあえずあの両親言おうと思ったの。でもここもさ三つ全部わかるよね。ああ私無難を取っちゃった。そうだね、もしかしたら、うん、うん、来るかなって思って。なるほどね、メンバーのメンバーメンバー、ね。やっぱりね、うん、あの、辛い時も楽しい時も、うん、もう四六時中一緒にいたからね。そうだね。それが一番メンバーに感謝を伝えなきゃって感じですよね。ね、ちょっと嬉しいね、これ。うちね、まるまるさんじゃん、まるまるまるさんだから、誰かは、あのね、ボスの名前言うか。私も思った、山田さんって言おうかなって思って。あ、言っちゃった。そう、前田さんとか言うかなと思ったけど、なかったね。ちょっとね、ここで言うのは恥ずかしい。そう、恥ずかしいよ、さすがに。山田さんとか言わなくて恥ずかしいから、ね。だけど、担任の先生とかよく言うじゃん。言うよね。そういうイメージでさ、誰か言うかなと思ったけど、うん、なかったんです。あ面白い、これ。あとがのメンバーみんなでやりたい、ね。やりたいね。7人でやったら一個も合わないんだろうな。確かに。というわけで、はい、原稿は読み終わりました。はい。終了です。ありがとうございます。苦いね、口が。ね、苦い。これ飲んだ後全然しんねえ。これ何を茶、何茶ですか？口調茶。口調茶。へぇー。だって私さ、苦いの平気なんだよ。そうだよね、あいの。そう、全然わかんないんだけど、平気なのにさ。あいのこれやばい？やばいね、これ。ほんと。来るよね。びっくり。舌、舌がやられる。舌、うん、の半分から上がやばい。うん。すごい。すごい。でもこれ罰ゲームだね。ねみんなもぜひ飲んでみてくださいね。なんで飲んだんだろう。ちょっと気になっちゃうね。はい、そうですね。はい。というわけで、以上、アップアップガールズカッコリでした。